オッケーです。脱原発宮城金曜デモにお集まりの皆さん、今日も足元が悪い中お越しくださいましてありがとうございます。いつものように前の方に光物、何物、それからプラカードも準備してございますので、お好きなものを、手に取ってお持ちください。お願いします。こんばんは。あ、こんばんは。もう外人はいらっしゃる。で、ジェネラルキッズ、まあ、もうちょっと内容、テスト&ニュースのゴルフ場の売店にいるときに中山さんから大丈夫です。はい、行く前に散々中山さんにゴルフの扱いしてもらいます。あと勉強するって言われてる中から、私の母親がね、腰痛でちょっと入院しちゃったんですよ。それで、ちょこっとだけ、去年、今週ってか、10日に、秋田があれが来てくれたんで、看病に。交代で。お大事。いえいえいえ。ここで、93。92ですね。92歳です。どうしてもみんな腰が悪いんですよね。大事な。いや、ありがとうございます。
原子力発電所より若干厳しい規制になっていると
まあ、当然六ヶ所村を意識して書いたということなんでしょうけれども、まあ、それを満たす満たさないというのはともかくとしまして、いよいよ核燃料サイクルも動かす条件が整い始めているんだなというふうに私はそのニュースを読みました。皆さんご存知の通り、核燃料サイクルっていうのはもううまくいってないっていうのは分かってるわけですよね。燃やす原子炉の文字も止まったまま永久、半永久的に掘り出すんじゃないかっていう、動かないんじゃないかっていう話もあります。また、核燃料を再処理して出てきたゴミをどこに入れるか、どこに捨てるかっていう、そういうことも決まってません。もうそういう個別の施設を動かす動かさないっていう話ではなくて、核燃サイクルどうするのというところから議論を始めなきゃいけないはずなんですが、どうもそこら辺のところはなおざりにされたまま、個々の設備を動かす動かさないという話になっています。大変おかしいことだと思います。2年半経ちました。あの事故から何を学ぶのか、何を考えるのか、日本全体が突きつけられた課題をもう華麗にスルーしてしまって、やれオリンピックだ、やれ、アンダーコントロールだと偉そうなことを言っている人たちに、もう一度2年半経ったということ、そして2年半前にあったことから何を学ばなきゃいけないのかということをしっかり考えていただきたいと思います。さあ、今日も私たちの気持ちを伝えるために元気にデモしましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。先週はですね、先週参加された方、ちょっと手を挙げてください。先週、あ、結構されてない方もいらっしゃるので、ちょっと報告させていただきます。先週はですね、約100人ぐらい、最終的にはっていうのは、イギリスのですね、大学の先生、東京の明治学院大学の先生が生徒さん十数人連れて、デモに参加してくれました。途中からですけどもね、みんな若い女性、学生さんですから当然ですけども、が一緒に参加してくれて、反省会にも出てくれました。その会、その後飲み会にも参加してくれました。ということでまたつながりがいろいろ広がっております。それから、他にも、なんか先週変わったことありませんでしたっけ。その人たち参加したのと、何を、ああ、そうですね、そう、解散地点がちょっと音がうるさいという苦情が来たという話があったりですね、まあ、それぐらいですけどもね、まあ、仕方ないんですけど、仕方ないんですけど、まあ、まあ、なるべくね、さらに用意しましょう。さあ、今日初参加の方もしいらしたら手を挙げていただきましょう。はい、初参加、あるいは県外からいらっしゃる方、あるいは仙台の方、ちょっと手を挙げてみてください。はい、いらっしゃらない、いらっしゃらない、見えない、うん、あ、皆さん大体今日は仙台、そうですよね、この時間だとなかなか遠くからっていうのは大変ですけどもね、でもたまに東京とかですね、岩手からも駆けつけてくれますのでね。はい、じゃあ今日ぜひ一言、これは宣伝しておきたいっていうのありましたら、いろんな催し物が目白押しだとは思うんですが、どうぞ手を挙げていただいて結構ですよ。はい、どうぞ。いらっしゃいませんか。宣伝とかこれありますよ、ぜひ来てくださいとかですね、前に来て手を挙げてください、ちょっと見えないのでもうどんどん前に来てください、積極的に。はい、長町アクション、長町アクションの方も、あ、長町アクションがですね、なんだっけ、名前もなんか新たにちゃんと決まったとかいろいろあるみたいな。長町アクションの方いらっしゃいますか。いらっしゃったら前の方へお願いします。長町アクション、あ、いらっしゃるのね、さっき見かけたような気もしたのですが、いらっしゃらない。はい、いらっしゃるみたいです。あれは気のせいでしょうか。あ、そうです。塩釜で今度デモが始まるという、塩釜のからいらっしゃってる方、あるいは多賀城方面の方いらっしゃいますか。塩釜今日やってるから来てくるわけないじゃん。あ、今日なの。そうそうそう。あ、向こうも金曜日。そう。あ、なんかね、今日から塩釜の方でも、金曜日やろうということが決まったというね、メールが入っておりました。どんどん広がるといいと思いますが、はい、どうですか。はい、
それではですね、どなたかにと思ってるんですが、じゃあ来ない場合は私がこう出ていくことになっておりますので、皆さん覚悟をしてくれます。よろしかったらちょっと何か初めてだったじゃないですか。あ、何回も、あ、もう何回も来てらっしゃるということで、ちょっといろんなことがあって、私もなんか言いたいってことはあるかもしれない、一言なんかお願いします。そうですね、福島の現地の汚染水の問題はね、どうしても本当に怒りが込み上げますね。どうしてもあれを本当に本気になって総力を挙げてですね、食い止めてほしいという思いでいます。これからもぜひこのデモに参加してですね、大きな力をみんなで作っていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私いろいろニュース見て思ってたんですけども、あれだけ外国の人にですね、大見栄に行ったわけですから、現状ですね、皆さん外国の方に、私たち日本じゃなくて、やっぱり Facebook とか Twitter とかメールでもいいんですけど、外国の人に発信した方がいいと思うんですよ。いろんなですね、Twitter とか Facebook はね、外国にもボーンと行きますから、皆さんぜひ外国のお知り合いとかいらっしゃったら、今こうですよ、昨日南郷路では何千ベクレルの汚染が確認されましたと、毎日どんどん出てきますからね、そういう話題をですね、やっぱり世界にもどんどん向けてですね、こんな現状なんだということをね、再認識してもらうっていうのはいいのかなと、私はちょっと思いました。はい、それでは、はい、そちらから、遠くからわざわざ来ていただきました。はい、お願いします。はい、こんばんは。どうも。原発の反原発デモで、原発の話します。我々、インターネットとか、ツイッターとか、フェイスブック、今話出てましたけど、されてる方ってどれぐらいいらっしゃるんですか？あんまりいらっしゃらない。いやいや、少し。今、ありがとうございます。今一番最近のトピックっていうかね、話題になってる話します。もちろんオリンピックの話はずっとあったんですけども、秘密保護法っていうのが、ごめんなさい、声が大きい秘密保護法っていうのが10月に国会に予定されます。私も含めて様々な原発の情報、さっきおっしゃった何ベクレルあるよとか、実は漏れてたんだよとか、実は危ないよとかいう話がいっぱいあります。で、幸いなことにツイッターで情報を出していただいている方がいて、そういう話が我々の方に伝わってきて、これはまずいぞって、逃げた方がいいんじゃないとか、いろんな話出てます。それが今度秘密保護法というものが可決されてしまうと、そういうものを、情報を出したものは罰せられてしまいます。で、昔で言うとスパイ保護法がまた復活しようとしてきて、都合の悪いことはもう何でもかんでも隠しておけるような状況にしようというのが、この10月に国会に上呈されつつあります。原発、反原発、デモだってここで、まずいぞなんてこと言ったら、はい、なりかねない法律が出てます。これネットの方では今パブリックコメントですね、パブコメですね、これ募集してますんで、ありがとうございます。あるんですね、弁護士、日本弁護士連合会までパンフレット出しております。ぜひ一度ご覧になって、そしてパブリックコメントを出してください。こんなおっかない法律作んないでくれと、まあ治安維持法とかスパイ防止法とか全部ひっくるめて、都合の悪いことはもう一般には出さないぞと、教えないぞという法律が今進行しつつあります。これは TPP の時もそうだったんですけど、原発の問題って実はもう本当にいろんなことがこう根っこにつながっている問題で、貧困の話も戦争の話も全部原発っていうものと根っこでつながってるんですね。その中の一つとして今これ、喫緊の課題として出ております。ぜひ興味持って見てみてください。もう一つ原発
考えてみましょうよ。で、一生懸命女川原発、防潮堤かさ工事、防潮堤かさ工事ってやってますけど、福島の原発の事故調査で、福島の原発が止まった時間は津波が来た時間より前です。よく津波で電源喪失して、それで穴になっちゃったんだよっていうのが誠しやかに言われてますが、実際に事故調査委員会で、あれは津波が来る前に止まってるよと、何かあったんだよっていう結果が出てます。そのことも頭に置いて、女川原発のことももちろん基本的に反対なんですけどね、防潮堤できたからいいじゃないなんていう方がいらっしゃった、そのことも教えて、お話しして、どうっていうお話をしていただければ、どん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 また輪が広がっていくと思います。いろんなそういった情報も、さっき言ったこの防止法出ちゃうと出てこないんですよね。聞こえてこないことになってしまうので、ぜひ、やってください。選挙と。あと、私は個人的にはオリンピックも反対しております。漏れ状態で漏れてないよ、コントロールしてなんて話はないんで、今日は実はツイッターで為末、なんて言ったの、為末大、元陸上選手と、実はちょっとやり合ってたんですけども、できんよと。そんなこといつまで被災者だっつって東で顔してるんだと、前向いて頑張ろうよなんてこと言ってるんで、そうじゃないでしょうなんて話をやってたんですけど、まあそういう流れで、そのことしてると被告民なんてね、ツイート飛んできますんで、被告民で結構、我々は被告民です。原発は反対するような人間は被告民です。そうです。日本人じゃありません。そうです。誇りを持って被告民、今の日本は日本じゃない。本当の日本に戻ったら日本国民に戻りましょうということで、失礼いたしました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。知事選がですね、なんか対抗の人が、田中さんどうですか、この際。はい、知事選出ません。知事選ですか、本当これ受けないんです。ちょっと難しいですか。ちょっと準備が大変ですよね。じゃあ田中さんのような人がいつもなってもらった方がこうガーッと回ったんじゃないですかね。さあ、それ、あ、はい、なんかありましたね。はい、どうぞ。あ、皆さんこんにちは。パンパンの報道もありがとうございます。皆さん方にもご案内申し上げてました、国葬団の、福島県の陳述書50名さんの分を集めた本ができました。で、これ見本ですので、ちょっと皆さんちょっと暗いんであれなんですけど、ちょっと手に取って、でご興味ある方はたたきの方でも今少し持ってますのでお声かけてください。なんかここでは物販ができないようですので、また個人的にお声をかけていただければ、持ってますし、あとまたアマゾンでもできますし、また国葬団の方に注文されても、800円で、送料は無料ということ、向こう持ちということで求められます。アマゾン等です。840円かかります。で、皆さんまたご承知の通り、9日の日にですね、不起訴の、お話がありました。それで弁護士さんたちも、不起訴処分に関してコメントをしております。で、まあ、ちょっとびっくりしたのは、福島県は福島事件っていうところに受理していただいたんですけれども、それを東京事件の方に移送しました。だから東京事件の方でやるよと、それで不起訴になってしまいました。これはとてもびっくりしております。で、不起訴の理由とか、いろいろ新聞紙上にも書いてありますけれども、それには断固抵抗していくようです。あとですね、ちょっと皆さん方ご承知のことかと思いますけれども、株コメが、本当は今日までだった子ども被害者支援法のなんですけれども、これが伸びました。で、ご承知かと思いますけれども、丸森が外されたということで、私も言ってきましたけれども、丸森の皆さんも何人か質問されてました。で、期限がですね、9月23日までになりました。もちろん福島が浜通りと中通りは対象だけど、会津の方は外されちゃったということもありまして、福島の皆さんも1ミリシーベルトということで考えてくれと、地区割りじゃないというふうに言ってます。で、同時にやっぱり中通りと同じような丸森も外されちゃったということがありますので、ぜひ皆さんバブコメを期限が伸びましたので、まだの方でぜひよろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。関東責任者、あそこに関東がありますので、一つよろしくお願いします。先ほどちょっとありましたけど、その秘密法について、
しての明日確かの学習会があります。弁護士会館で確かあるようです。それに関係している方いらっしゃいませんか。弁護士さんとか並びに主催者の方いらっしゃらない、いたら宣伝してもらってもいいんですけども、いらっしゃらないですね。明日あるようですので、こういうのにも参加して。弁護士会館13時、弁護士会館ということでございます。入場無料、入場無料でございます。誰でも結構、はい、誰でも結構勉強して、こういう悪法はね、やめていただきましょう。さあ、他にぜひという方お手を挙げてください。いらっしゃいませんか。どうぞどうぞどうぞ。お母さん、どうですか。お母さんです。ご兄弟じゃないです。お母さん、あ、お母さん何か一言ないですか。もう何回こちらの方に参加させていただいているか、ちょっと数えてないのに感じですけども、子どもと一緒にできる限り、今日のコースに参加させていただいているものです。今日も頑張っていきたいと思います。先ほど別の方がおっしゃってたんですけれども、原発関係で私が今一番気になっているのは、やっぱり一日保全法のことで、で17日までパブリックコメントを受け付けているということなんですけれども、普通のそういった法案っていうのは1ヶ月通常パブリックコメントの期間を取られるんですが、今回の秘密保全法っていうのはその半分の2週間ということで、非常に短い期間が重大な案件であるにもかかわらずパブリックコメントの期間が取られていないということを非常に気になっています。で皆さん先ほどの方のお話でもお分かりだと思うんですけれども、前にあった治安維持法の再来ということで、秘密保全法は権力を持っている人たちに不都合なことは何でも秘密だって言ってしまえば、それの漏洩っていうのを厳罰に処すことができるっていうことで、本当に重い処罰で脅されて内部告発もできなくなるし、そうしたことを広めるっていうことに非常にこうみんなが恐れを抱くようになると、全然こうどんな悪いことをやっていてもそういうのが明るみに出なくなっているので、本当に危機感を感じています。でやはり原発、反原発をこれからも本当に原発で廃炉するまで続けていくためには、この法案は絶対通ってもらって困るので、本当にたった2週間しかありませんし、17日という日が限られていて、なるべく多くの方にパブリックコメントで絶対反対というふうに書いていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで皆さんもメールとかですね、インターネットは接続可能な方たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひパブリックコメント、その秘密法なんて出すとパッと出てきますので、そこに意見を自分なりに書いて、こういうわけで私は嫌ですっていうのをどんどん書いて送ってください。お願いします。はい、もう一人二人、はい、パブリックコメントっていうとものすごく難しいことのように、俺論文書かなきゃいけないんじゃないだろうかというような印象を持たれがちなんですけれども、ツイッター程度のことで構わないんですよ。ツイッターで140文字しか書けないんですけれども、それと同じような感覚で、これこれこうだから私は嫌ですと、この法律、例えば秘密保全法にしても子ども被災者支援法にしても、こういうふうに思います、私はこうしてほしいですっていう、その一言だけでも構わないんです。言ってみれば数は力でして、どれくらいの人からリアクションが返ってくるかと。で、政府の方はとにかくどれだけ面倒くさいことに見せるかというような努力をしているみたいですけれども、これだけたくさんの国民がこういうふうに思ってるっていう、いやーって思ってる、そういうふうなリアクションを返すっていうのが大切なことですので、ぜひぜひ一行でも一言でも構わないからご参加よろしくお願いします。無料か。はい、それからね、もう一つだけちょっとこちらから、皆さんお知らせしたいんですが、実は先ほど多賀城でも塩釜でも始まったっていう話しましたけども、東北では本当にたくさんのデモ引用行動が起こっております。どんどん数は増えております。それで
ですね、なかったら行ったり来たりしながらですね、もう山形、あの福島、全部ですけど、東北、一緒に手をつなごうということで、交流をしようということになりまして、それぞれあの例えば出張とか遊びに行ったついでに、でも出るとかですね、情報を交換したり、それであの今度ですね、実は22日に盛岡にデモに行きますというか交流会の集まりがあります。もし私もじゃあちょっと応援に行こうかなといういらっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひ後で声かけてください。みんなであのこのガス原発カートですね、何台か乗り合わせて、待機をみんなで、その後デモとやって、あと交流会と両方あります。ぜひですね、盛岡で、その時あのサウンドデモで、スプレー飛行のいわゆるこう、なんとかな、反対とかっていうのは、なしの、デモですけども、またそういう違うところのデモも新鮮だと思うし、みんなで応援したいなという方は、ぜひお願いいたします。はい、さあ、もう一人ぐらい最後にと思うんですが、いかがですか、今日は大友さんもね、何人かいらしております。ぜひという方、どうぞ前に来てください。よろしいですか、今のうちですよ、今のうちですよ。お、時間はそろそろ、まだ、あ、まだですね、はい。じゃあもう一人はですね、あのいつもですね、なんですけども、私たち、交流会じゃなくて終わってから反省会やっております。なかなかですね、最近人数が増えなくて、どんどんみんな入ってきていただいてですね、いろんな知恵を出しながら、続けていければと思うので、ぜひあの積極的にですね、あの別に毎回出なくてもいいんですけども、反省会などにも出ていただいて、意見を言っていただいて、いろんなことで一緒にやっていってほしいなと思います。じゃあのそういうわけでですね、私たちもう毎週スタッフっていうかたくさんいるんですけども、なかなかあの発言いつもできない方もいらっしゃるので、じゃあ土井さん、私それ持ってますのでたまに一言。何もない、はい、持ってる。すいません、突然振られたんで何も考えてなかったんですけど、今毎週ビデオを撮らせていただいて、IWJ というチャンネルを作ってユーストリームで発信させていただいてます。あとそれを編集したやつも YouTube に発表してますので、よければ見ていただきたいと思います。それから今その加賀さんの方で、29月22日、盛岡デモということで、6月にですね、盛岡とそれから仙台と山形のメンバーが集まりまして、東北の運動もちょっと交流できたらいいねということで、1回会合を持ったんですね。その2回目の会合が今度、青森の方とか秋田の方、福島の方も一緒に、じゃあ今度は盛岡でやろうかということで、盛岡でやるということです。まだ1回目ですので、まだ具体的なことはまだ全然決まってませんけども、少しずつ東北の運動、青森も各地にされて、福島はこういう状態になってというふうで、東北がやっぱり一つになって運動を盛り上げていくべきだと思いますので、またご報告します。ぜひ参加してください。よろしくどうぞ。はい。はい、ありがとうございました。ちなみにですね、私どうしても顔を映るの嫌だわっていう方はマスク用意しておりますので、言ってくださいね、マスクあります。マスクすればほとんどわかりませんので。さあ、じゃあそろそろ時間ということですよね。はい。いいですか、最後もう一人、あ、やっぱり釣り上げたってならない人に、せっかくですからいらっしゃいませんか。宣伝でもいいですよ。はい。ちなみに長町デモは18日の水曜日です。はい、水曜日のお昼ですよね。5時半に長町のなんか何とか神社っていうところで、たこ焼くしというところになりますので、お近くの方、お友達がいる方はご参加ください。さあ、それではね、元気にデモしますので、皆さん前に来ていただいて、いろいろ、はい、手に取って光り物、プラカードなどをお願いします。I don't know.
今日は何の今日は私行動するので今日はコールのさっきなんかビラ撒いてませんでした。はい、明日ボアレーベンのドイツのボアレーベンというあの各処分場の保護地になっているところで反対運動をしている人と交流してきた福島の椎名さん、ああ、そうだっけ、椎名さんのやつ、はい、を呼んで報告集会をします。どうぞ明日午後2時から市民会館に行いますのでどうぞおいでください、はい、皆さんお世話になります。よろしくどうぞ。
Thank you.
Oh!
Thank you.
Thank you.
ください。今日の患者は90名ということでした。皆さん、本当にありがとうございます。第55回の脱原発宮城金曜でも、本日90名参加でした。すっかり、みんなに近くなりました。これからまた続けてまいります。またご視聴ください。よろしくお願いします。